君を乗せた船が近づくよ。この先のことなんか誰もわからん。確かに無謀でもこれある。全然考えると踊れないもんだね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。みりんが9時半過ぎ、ちょっと過ぎちゃった、ごめんなさい。お送りします。お知らせします。9時半過ぎをお知らせします。すいません、1、2分過ぎちゃいました。あのなんかショールームに入れなくって、1、2分汗してました。汗ずっとくるくるしてた。くるくるしてました。もうそんな時間か。もうこんな時間なんですよ。早いね。どうしたの、携帯壊れてるの、どうしたの。秋だね。すごいギフトがかわいい。へえ、キノコもあるの。秋だね。オンラインサイン会分刻みの予約なの。そんなそんなことある。ことあるの。あれ、しかも早いもの順なんですよね。秒刻みなの。あら、それは
でも逆に逆にその時間にいたらいいから楽なのかな。皆さんお話し会とかさ、こう30分とか、まあ待たないといけないこととかあるじゃないですか。ここまでこの1時間の間に来てくださいって言われても結局なんか待たないといけなかったりするじゃないですか。そっちの方が楽なのかな。確かに繋がらなかったら焦っちゃいますね。私もじゃあ逆に、あ、この人来れなかったのかって分かるのか、なんかそこが急に開くから、あ、30秒暇になっちゃったみたいな感じで、あ、そんなに、しかもその秒刻みの早い者勝ちってことでしょ。すごいな、ありがとうございます。そっか、じゃあ私も逆にまだ来るかな、もう来ないかなみたいなことをしなくていいってことか。いや私もさ、オンラインほなし会って途中で途切れることもあるんですよ。皆さんがなかなか入らなかった、この1時間だから別にユミリン後回しでいいやってみんなが思っちゃうと、私その時間完売してるのになんか間が空いちゃうこととかあるんですよ。別にでもそれは皆さんが後回しにした時もだし、何らかのでみんなが来てるんだけど認証で結構待っちゃってたりとかすると、あのそうこうむしろその時間通りに終わらなかったりとかするんですよ。そうそう、終わりの時間が、そうなんです、押しちゃったりとかするんですよ。だからそれがないってことか、お互いそこはいいのかな。私も結構なんかお勉強とかしてるんですけど、合間に意外と真面目に、もうこれはみんな終わったから今休憩時間として勉強を始めてもいいのか、それともなんか来るのかが分かんなくって、時々そうもう終わってるのに待ってて、いやーちょっと、ね、この場をちょっと離れたい時とかもあるじゃないですか。っていう時に、いやこの場を離れてもいいのか、まだ誰かいるのかってうーってなっちゃう時とか、けどそれがないのか。あ、トークショーも登録してありがとう、ありがとう。認証確認がなくす予定通り次々一貫に、どうなんだろうね、認証はあるのかないのか。どう書いてました、皆さんのところには。ちょっと私はその皆さんが北側のその行く人だけが知る細かい情報みたいなのを知らなくって、そう行かない人と同じ情報しか持ってないから、ちょっと分かんない、どっか書いてあったりとか書いてなかったりとか、それも分からなくて申し訳ないんですけど。あ、認証に関しては何も書いてない。じゃ認証ないのかもしれないね。しかもね、今回なんかちゃんと何秒っていうのが出ててね。普段のお話し会はまあみんな暗黙の了解でこのぐらいだろうけど、正確にはその秒数はとかお伝えしてないけど。今回のやつはちゃんと書
書いてありましたね、うん、そうですね、どうなんだろう、ありがとう。みんなに一つだけ、もし来てくださる方にお願いがあるんですけど、もし仮にその時間に入れないってなったとして、でもまあ私その日はもう時間通りにそこを出ないといけなくって、大舞台が待ってるので、その時間ね、リハーサルとかあるので、そう出ないといけなくって、もし自分の時間に入れなかったりとか何かあった場合は、なんか早めに、いやこれは皆さんによってもこうスタッフさんとかがどうなるかが分からないけど、こうスタッフさんがどうこうは私もわからないんですけど、みんなはこう、まあ、言わなくても早めにねやるとは思うけど、こう早めに言ってほしいです。自分が歩いて諦める、あもう全然なんか私が変なこと言えないけど、お客様サポートとかあったら全然そこに電波とかで繋がらなかったんですけどっていうのを言っていただきたいんだけど、うん、そう、さすがに自分が時間に入らなかったとかは、まあそれはちょっと自分が悪いんじゃないってなっちゃうかもしれないけど、なんかなんだかのね、だってオンラインって何があるかわからないじゃないですか。それでいきなり繋がらなくなっちゃったとかなった時に、こうもし対応してくれたとしても、もう私がその時間あんまりこう夕方とかに言われても、もうちょっと夕方には私その場所にいないので、そんな人はいないと思うけど、だからやばい繋がらなかったと思ったら、もうすぐ電話なのか分かんない、メールなのか分かんないけど、すぐ連絡をくれるととっても嬉しいです、スタッフさんにね。いつものお話し会のアプリと違うので、うん、ね、みんなもこう慣れてないものだと思うので、何があるか分かんないんですけど、対応できるのに私がいないからできないってなっちゃうと、もうお互い悲しいじゃないですか。あ、何かあった時の連絡先も確認しておこうかな。もうそれが万全ですね。もうメモっといて、全部終わったら捨てるぐらいの勢いで、ね、せっかく対応してもらえるってなっても、もうちょっと本人が次の仕事に行ってるので無理ですって言われたら、お互い悲しいよ。お、348日目、348 45 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 1 2 3 4 5、はい、はい、私
48でしょ。40、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、365。はい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 。私365日までに配信ができない日があるかもしれないです。そしてちゃう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 、いやそうだ、はい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 、364日目とかが363日目、4日目とかがなんかできないかもしれないのと、ちょっと待ってね、40、50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、365日目がとして、22日はまあワンチャン朝一で配信したら間に合うかも。23日、いや、いけるかな。ただ22、23はもう15分とかの配信になるかもしれないし、ちょっとその辺ゲリラ配信になっちゃうかもしれないです。ワンちゃん、そうワンちゃんワンちゃん、23日に15分配信バタバタするより1日チケットを使用してちゃんと明日は365日だねっていうのも、365日の24日は配信が今のところはできるんですよ、うん、それもそれでいいと思います。そうだよね。もしそれはそんなことは全くないけど、もしチケットがとりあえず23日にチケットを使いますって言って何らかのトラブルで使用されなかった場合、私は364日で切れちゃうってことでしょう。
まあ、そんなことはないけど、きっとなんか自動的にねチケット使われるって言ってるから、もしかしたら23日超超ゲリラでお昼のどこかでみたいな感じ、もうなんか楽屋のトイレでみたいな感じだったりするかもしれないけど、なんか見れなかったらごめんなさい、ちょっと要相談です。22は多分朝配信していける、23なんだよね。まあ私的にはそのもちろんねチケットを使ってからの毎日アイドルももちろんいいんですけど、まあ無理やり続けるわけじゃなくって、もう私は365日で終わるので、まあそこまではできたらいいね、うん、できたらいいですね。本業に支障ないようにありがとうございます、つけますね。福ちゃんの買った写真集全部サインしてある。ああ。そうだし、あかりんにも一冊渡したから、あかりんいっぱい持ってる自分でもいっぱい買ってるし、いっぱい持ってる。うちの一冊は全ページにサインが入ってます。あかりんはずっと全ページサインしてねって言ってくれてたから。でもあれってこうインクの問題で油性だったとしても、こう やっていくとちょっとくっついちゃってたりするんですよね。だからあかりんごめんね、ここペッくついちゃったって言ってて、ごめんねって思ってて、そうだから皆さんのやつもそう、あれ書いた後に一回紙を半紙を挟んでるんですよ、あれ皆さんのやつ皆さんサイン会とかでサインもらってるじゃないですか、うん、あれは皆さんに渡す時とかもかもしれないけど、私がサインを書いてあの入ってマネージャーさんにやってる時も半紙を挟んでるんですよ。すぐペタってやっちゃうとくっついちゃうから。でもあかりの時はそれをしなかったからいっぱいくっついちゃってて、もう叶うならもう一度チャンスをもらえるなら私はもっとゆっくり書きたいし、半紙じゃなくていいからなんか紙持っていきたかったなってすごく思った。もしあかりんがなんかこうもう一冊全ページサイン書いていいよっていうのがあったら
今度はちゃんと描きたい。本当にめっちゃくっついてて、あかりんは優しいから、いやいいよいいよそれでって言ってくれるんだけど、もう本当にめっちゃくっついてて、もう破けちゃうぐらいくっついてるのいっぱい本当に申し訳ないかった。しかもその時ちょっとお互い時間ないっていうか、そうだったから、うん、うわーごめんねーって言いながら書いてた。でもいいかな、これもし私がセカンド写真集をめちゃくちゃ早いですけど出すってなったら、抽選で10名様に全ページサイン入りの写真集をプレゼントとか、よくないですか行くないですか、欲しいよね。そう、私もちろん今回も万全の、私がこれをしたいとかファンの人はこれを したら喜んでくれるのかなっていうのをたくさん、その写真集を作る前からずっと考えてたんですけど、まだまだ私も学ぶものがたくさんあって、なんかもっとここを早く言ってお伝えしてたらできたものとかもいっぱいあったんですよ。だから今セカンド写真集に向けていっぱいメモをしてて、なんか今回の良かったところ、なんか改善したいところ、でき次にできたらいいこととかをいっぱいメモしてて、だから次にもしね、いつか出せたら、出せるかもわかんないし、これはね確約できるものじゃないから、必ず出せるものじゃないしね、じゃないから。これは7枚目シングルの時に次のシングルはって話してるのと似たようでちょっと違うことだからね。シングル、次のシングルがあるって確約はないけど、まあ普通に考えたらいつかは、それが1年2年空いちゃうかわからないけど、まあきっといつかはって思ってるじゃないですか。でも写真集まだって、シングルって1個出したら次出すグループの方が多いですからね。でも写真集はそんなセカンド写真集まで出せる方って限られてるしね。そんなだってファースト写真集でさえ誰でもね出せれるものじゃないから、本当にまずは本当にそれがありがたいんですけどね。もし月があるんだったら、ね、一回出した分知らなかったこととかいっぱいあるから、こうしたから良かったとかあるじゃないですか。みんなもそうかもしれない。例えば私物棚のやつ買えなかった。じゃあ次の写真集は時間通りに予約しようとか
ね、写真し、あのショールームのだって最後の週は売り切れちゃったから。じゃあユミリンは何曜日に買ってもいいよって言ってたけど、もしね次があってまたショールームのがあるっていうなら、じゃあ次は絶対に月曜日に買おうとか。確かに私もセカンなんかこのお洋服好評だったから次はこういうのを着てみようかなとか確かに私は確かにね、そう、あのそうだね、海外でできたらいいですね。もうちょっとご時世が落ち着いて関西でも開催してほしい。確かに今回ね山口で撮影したっていうのもあるし、こう下落ちは拠点っていうのもあって山口広島東京だったけど、確かに大阪とかでねできたらいいし、あわよくは北海道とか沖縄とか、沖縄でやってもよかったんだよね、だって沖縄で撮ってるから。もうちょっとねいろいろ落ち着いていろんなところに行けるようになったら写真集全国ツアー写真集全国ツアーしましょう一緒に私が行きたいから。でもそうやってじゃあここでもイベントしましょうとかっていうのはなんだろうな、やっぱりじゃあここではこれだけ早く売り切れちゃったからきっとここでやっても需要はあるのかもしれないって大人の人に思わせないといけないから、その時は一緒に頑張りましょう。あとは私が思ったのがこうショールームで毎週っていうのもいいけど、もし次にショールームでなるってなったらもう10週やるとかって分かってたら最初の週か最後の週に10冊券みたいなのをつけて1冊ずつじゃなくって今日は今週か分かんないけどこの期間に買うと全週の写真ついてきますよみたいな、こうもう全週1回に買えちゃうっていうものがあったらいいなって思いました。みんながちょっとずつちょっとずつ届いてるのを感じてね、どうせ毎週買うって最初の週に分かってた方もいるんじゃないですか。別に私がどんな生写真をつけたとしてもどんな生写真でも毎週予約するよって思ってくれてた方は多いと思うし、まあ別にね、この生写真だけでいいやって方もいたと思うし、うん、確かに買い逃しも防げるし、あとは何と言ってもそしたら送料が1回で済むんですよ。送料1回で済むんですよ。これであと何冊買えたことか、写真集が送料、ね、写真集おまとめするだけどれだけのだけの送料が他に食費に回せたりとか皆さんのお仕事に使えたりとか欲しいものが買えたりとかプライベートでね、そう、まあでもでも毎週ね毎日毎日あこの人が買ってくれた今日はこの人がってやるのもすごく楽しかったので、まあ出せたらの話ですけどね、こんなこと言ってますが別にこれは夢の話なので、もし夢の続きがあるとするならば
ね、話ですね。あとは私の一つ10月中のやることリスト、その1、1日 1MV。 今ね、お、今 7.6 万回すごい、6日間で 7.6 万回すごい、ありがとうございます。これを発売日までに発売日までに、はい、再生回数何万回のシングルみたいな感じで、なんか言いたい言いたい。これは詳しいことはわからないんですけど、わからないし、どうやったら再生回数が増えるかとかわからないんですけど、なんかずっと連続で見ると入んないらしいらしいので、私もそう、なんか YouTube 詳しく、私の方がみんなより YouTube 詳しくない人だからわからないんですけど、とりあえずは1日ぐらい開けたらなんかカウント、再カウントされるんじゃないかっていう説もあり、朝昼晩で見たら3回入るかもっていうのもあり、あとはこれはなんかあれなんだっけ、あれなんだけど、全部見てください。うん、確実にカウントされる、それもねわからないのよ私。これはね公表されてないみたいで、うん、でもまあじゃない、まあそれぐらい切るとされるんじゃないかな。でもされなかったらごめんね、うー、みんなのもし Wi-Fi つないでなかったらギガ消費するだけだ、ごめんねってなるけど、そうなんです。ちょっとその辺はね、もし知り合いで YouTube を作った方がいたら、 YouTube に関わってる人より多分ね、作った人とかそのねカウントのやり方を作った人にもし知り合いがいたら、ちょっとその人に聞いてみてください私はちょっと YouTube、知り合いに YouTube を作った人がいないので、はい、全然もう皆さんよりも私 YouTube 知らない、わかんない人なんですけど、わからないなりにいろいろ調べて、いろんなお話を聞いて、
なあちゃんより、なあちゃんは YouTube 作った人じゃないからね。くるかさんに、これはね、なんて言ったらいいんだろう、多分ヒカキンさんとかでも知らないと思うよ。やってる側と作ってる側は違うから。私もショールーム毎日やってるけど、ショールームの仕組みとか知らないから知らないから。でもそれはきっと前田社長さんは知ってるかもしれないし、社長さん以外の仕組みを作ってる方は知ってると思う。でも毎日アイドルを1年間してもショールームの仕組みはわからないです。だから YouTube をやってる方でも YouTube の仕組みはきっとわからないです。のでもう巷の噂でしかないんですけど、まあやらないよりやるちりずもですよね。なので、そう、毎日コツコツ見ようキャンペーン一日一回MV を見ましょうっていうコツコツキャンペーンです。少なくとも見なきゃ増えない。ありがとう。でもそれは皆さんの持論でいいです。朝昼晩見てもいいし、一日一回でもいいし、まあ一日一回は見てくれたら嬉しいな。そうだね、もちろん再生回数とかも大切だけど、なんかこの曲のことをもっともっとみんなに好きになってもらいたいし、通勤中とかに聞いて今日も頑張ろうって思ってくれたら嬉しい。あ、今日も頑張るけど頑張りすぎなくていいんだ、言ってもやるときはやるよって思ってくれたらいいなって思うし、私もなので、 あと4分でギルバドが始まるんですけど、1日1ストーリー MV を、なるほど、思ってます。なので、まあ知ってる人も知らない人もここからこの URL から飛んじゃえっていうおまじないをかけて毎日ストーリーを、YouTube の URL 付きのストーリーをあげたいと思います。
この運動に何か一日一頑張れにしようかな。なんかこの毎日ヘタヘタチヨミ用キャンペーンに何か勝手に名前を付けようと思ってるんですけど、このゆなんかなんだろう、一日一頑張れ、なんだろうな、あーでも私が一番いいなって思うのはギルドバトルした、よし MV 見ようみたいな感じで習慣つけたら1日3回見れますよ。1日 1MV 目指す100万回再生キャンペーン、まあ確かに、この滝野のデータ的にですね、まあ必要な MV って100万回超えてるのって意外とじゃないのかな、まあ70、80万回だったりとかするんですよ。もちろんそれも皆さんがいっぱい見てくれたりするんですけど、やるときはやるよ。そう、暗闇が、でもなんだかんだ時間が経つとね、なんか毎日寝る前に見て寝てる。優しい。普通に1MV でいいんじゃないかな。私も最初それで考えてたんだけど、もしみんながもっともっといいこれだっていうのがあったら聞きたいなと思ってちょっと聞いてみました。なんか毎日見ようってやってるよっていうのが分かるのと、あ、毎日 MV、 ハッシュタグ毎日 MV、 あ、いいね。1日1日下で、なんかあ、爆破したのにこんなにないってことは、なるほどね。じゃあすっごく毎日 MV、 確かに毎日 MV ってひらがな可愛いかも、可愛いかも。毎日 MV、 あ、やばい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 、3、2、やばいやばい、今あかりんと私しかいないんだけど、すごい、
あ、やばい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 、あつもり、やばい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 、なるほどね、うん、じゃあこれはダメなのか、この人やっぱりダメなのか、この人も返り討ちにできるのに、私は。なるほど。なるほどね。うん。すごい。いいね。まだまだ受け付けてますよ、皆さんの。いいコメント。あ、なるほどね。誰も来てくれない。私めっちゃ攻撃されてる、すごい、めっちゃ返り討ちにしてる、あ、ついにダメだった、くら、みーちゃんが来てくれた、みつつが来てくれた、一面絆、仲間を大切に、団結力、うん、私の今の一番はハッシュタグ毎日 MV かな、ひらがなの毎日 MV、 そんな感じの2行になんないぐらいの超要望が多いんですけど、すごい、みんないっぱい案出してくれてありがとう、ありがとう。
ありがとう。あ、別動隊使いやがったな、やがったなんてね。あれ、なんでこの人こんなに減らないんだろう。みんなやってるかな。あ、やるときはやるよ。いいね。やるときはやるよ。あ、やばい。なんか私が毎日 MV を投稿しようと思った理由が、こうお話し会みんな毎日宣伝するじゃないですか。すごく素敵な画像を使ってそれを MV に変えたら、なんかだって私もみんなの投稿を見て、あ、お話し会の受付中だとか、あ、明日までだってなるし、あ、ちょっとお話し会どれぐらいなんだろうって見るし、それを MV でなんだかんだ毎日とかなんかやると、いやでも毎日見てくれる人もだし、こんなに毎日やってるのは1回でも見てみようかなって思ってくれる人がいるかもしれないし、ってことは、そう、毎日投稿するのってちょっと意味があるのかもしれないってありますよね。うん、確かに MV を毎日宣伝したって何の私の力でもないけど、やばい。あとね、1回ね、ドラパンされたらね、あと1回か2回でね、今日も MV チャージ、あ、今日も MV いいかも。ハッシュタグ今日も MV、 ハッシュタグ毎日 MV、 みんなその流れで過去のやつ見てくれたっていいんやで。私もなんか MV を実は人知れず毎日見てるんですけど、
流しっぱなしだったら流しっぱなしだったらあのなんか他の動画に勝手に流れるじゃないですか。そこから昔のやつとかいっぱい見てなんかすっごい元気もらったんですよね。だからみんなも元気もらってほしいなって思ったし、あわよくばそれで他の MV とかもみんなに見てもらえたらいいなって思いました。20日までにあと13日、あと2週間ないんですけど 7.6 万回再生から 7.6 万回再生から MV 公開したの、あとだって明日で1週間でしょ、8日で。なんとか1日1万ぐらい。そうだよね。これを一回とりあえず見てみる、みんなでな。そしたらさ1000回ぐらい増えないかな、そんなに増えないか、 7.7 とかにならないかな。でもこれってなんその私のいろいろ調べた情報によるとリアルタイムで更新されないらしいです。はい今見たから、はい1回カウントされた、はいじゃなくってちょっと時差あるっていうのを見ました。嘘、あ、本当だ。ちょっともし今ギューバドしてない方いたらちょっと 7.7 に 7.7 にちょっとお願いしていいですか。2台とか持ってる方、
やばい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 やばこれで 7.7 になってたらちょっと雪ですね。ありがとう、みんな頼んだ。私はあと8分で逆転できるかできないか頑張るね。頑張るね。頑張るね。すごい、76609。みんなコメントする前に、みんなコメントする前に自分は守って、みんなコメントいいから、本当に震度5弱ですね。10時41分頃関東地方で強い地震がありました。5強と5弱ですね。
とみんな大丈夫だからコメントしてるんですかね。大丈夫じゃない方はあのショールームではなくラジオかテレビをつけて、この速報を見てほしいです。津波の心配はないそうです。 NHK の情報によるとマグニチュード 6.1、 埼玉5強だそうです。結構大きい範囲で揺れてるみたいです。でも津波の心配はないみたいで、マグニチュード 6.1、 最大震度5強ですね。関東で震度5強の地震がありました。そうだね、余震に注意ですね。私は今広島にいるので大丈夫です。ありがとうございます。皆さんにお願いなんですけど、どうか自分のところが揺れたときはコメントするよりも自分の身の安全を守ってください、はい、本当に情報収集してください。ショールームは携帯の電池結構使います。そうだから、はい、 MV は見ないで大丈夫です。その関東の皆さんは
大きい地震でしたね。そうだね、余震には警戒してください。皆さん携帯の充電はバッチリですか？こうね、今大丈夫でも途中でっていうこともあるので、携帯の充電気軽にできる対策は携帯の充電なのですかね。こうお水をとか毛布をとかいろいろあるかもしれませんが、うん、あとやっぱりテレビある方は速報を見ていただいて、はい、まあでもそうだね、一人で寂しい方は、一人で寂しくて、一人で寂しいよね、こういう時に一人だと寂しいよね。寂しいよね、うん、そうだね、でも今コメントしてる方はとりあえずは大丈夫なんですかね。どうか、私は大丈夫、広島に今いて大丈夫なので、どうかちょっとね、少しでも揺れた方とかは、私も今まだテレビの速報の状況しかわからないんですけど、とりあえずでも津波の心配はないと出てます。はい、最大が5強ですね。埼玉東京で震度5強、津波の心配なしと出てます。10時41分頃ですね。もし自分の周り大丈夫じゃないよって方は、
先なのかを考えてもらえたらとっても嬉しいです。私はね、今すぐ着ることもできますが、私はなんかこういう時もし一人だったらすごく寂しくって、なんか余震があったらどうしようってなっちゃって、もちろんテレビもつけるし、その情報収集はするんですけど、ちょっと一人だと怖いので、テレビもつけて、ラジオとかもつけるかな、そうだね。もちろんそれは自分の安全を確保した次にやることなので、その地域の皆さんで自分の周りは大丈夫だって方は、ね、大丈夫大丈夫大丈夫大丈周りの安全を確保してください。ラジコとかね、撮ってる方は多分私のショールームよりも情報収集はきっと、ラジオとかだと今きっとね、どこも放送してくださってると思うので、テレビがある方はテレビを、多分私は今 NHK つけてますが、どこの曲も速報をしてくださってるのかなって思います、ね、東京、埼玉、東京で、ね、住んでる方いっぱいいると思うので、最近ね、すごく多いですね。私は今は東京じゃないです。はい、今日も山口の生放送があったので、はい、今日は広島にいます。ありがとう。そうか、
ね、今ショールームを見てくださってる方は大丈夫なのかしら。でも引き続きね、余震とかもあるので気をつけてください。確かに電車とかね止まってしまうって聞くと、帰りの方とか思うけど、はい、この後も引き続き、はい、本当に気をつけてください。それでは、そう、私はそろそろ配信を終えたいと思います。皆さん、はい、あ、私も気をつけます、ありがとう。でもね、突然あるものってこうね、どれだけ対策をしてても難しいものもあるので、とはいえね、少しでも自分ができるものってあると思うので、はい、私は今広島にいますが、私もちょっとお水とか確保して寝たいと思います。ありがとうございます、見てくださってね。不安な方とかいると思いますが、まずはね、皆さんの安全第一で、安全確保できたらね、ちょっとこう心が休まることをしてください。そうだね、まあ MV を見てもよし。でもちょっと今日はインスタストーリーあげますって言ったんですけど、ちょっとこの後は私ちょっとインスタストーリーはあげないことにします。はい、また明日でも雪ですかね。うん、はい、明日にします。ありがとう。じゃあ配信を終えます。皆さんが寂しいだろうとか言って、私が寂しいんですけどね、すみません。私も不安になっちゃう、こういう時。13ヒロピーさん、ありがとうございます。12おいでます、元気さん、調査レミコシネキテレビお疲れ様、ありがとうございます。11トリダーさん、ありがとうございます。10シャイニングフィンガーさん、ありがとうございます。9ララさん、ありがとうございます。8スランプくんさん、ありがとうございます。9台湾夜嵐さん、洋服かわいいみこ好き、おやすみ、おやすみなさい、ありがとうございます。6位、オットチエさん、ありがとうございます。5位、ハルミンさん、時の横髪押し、ありがとうございます。4位、ヒラさん、ありがとうございます。3位、ペリーピーさん、ありがとうございます。2位、ソケンさん、ありがとうございます。1位、サンタクロースさん、アンカチョのサイン入り生女子ゲット、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、皆さんも情報収集、テレビとかね、ラジオとか、ぜひぜひ、もしね、該当の地域の方じゃない方もぜひぜひ見てもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。そう、あとこの、もし皆さんきっとショールームを見るってすごく携帯の充電を使ってしまうので、この後しっかり携帯を充電してお休みかする方はお休みしてください。はい、あとはこう、この後お風呂に入るとかいう方は、もしあれだったらこう近くに携帯とかを持ってた方がいいかもしれないです。この濡れない程度に、うん、しっかりなんだかんだこう自分が何かあった時に外と連絡が取れる手段だし、情報収集とかもねできますし、
もし停電になっちゃったとしても、テレビが使えない時でも携帯のもし充電があれば携帯で情報収集とかできるので、はい、ぜひぜひ。もちろんね、本当に他にもやることいっぱいあると思うんですけど、はい、自分が安全のためにって思うことはぜひぜひ躊躇せずに今日はやってから落ち着いてほしいなって思います。はい、それではちょっと皆さんのゆっくりね、安心してお休みできますように。今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りやみりん。それではおやすみなさい。おやすみなさい。また明日も会えますように。おやすみ。